アメリカのオークションで恐竜ステゴサウルスの化石がおよそ70億円で落札されました。過去に落札された化石としては最高額です。ステゴサウルスは今からおよそ1億5000万年前に生息していた草食恐竜で、首から尾まで独特な皮膚の鎧で覆われています。ニューヨークのオークション会社サザビーズは17日、ステゴサウルスの化石が4460万ドル、およそ70億円で落札されたと発表しました。2020年に3180万ドルで落札されたティラノサウルスの価格を大きく上回り、オークションで落札された化石の価格としては過去最高額を記録しました。Apex is the largest, most complete stegosaurus ever found. Apex と名付けられたステゴサウルスの化石は高さ 3.3 メートル、長さ 8.2 メートルで、2022年に西部コロラド州で見つかりました。 Apex は保存状態が極めて良く、皮膚の痕跡も残っているということです。サザビーズによりますと、落札者は匿名のアメリカ人で、化石は国内の研究機関への貸し出しを検討しているということです。